ダニエル・アンソニー・オテロは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のニューヨークヤンキース参加所属。愛称は OT。2007年の MLB ドラフト21巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名を受けて、プロ入り。5年間のマイナー生活を経た後、2012年は、開幕をメジャーで迎え、 4月7日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。同年はすべてリリーフで12試合に登板し、防御率5.84、勝敗はつかなかった。オークランドアスレチックス時代2013年3月26日にウェーバー工事を経てニューヨークヤンキースへ移籍したが、3日後の29日には再びウェーバー工事を経てオークランドアスレチックスへ移籍し、 参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツに配属された。4月5日に一旦40人枠から外れたが、6月14日に昇格するとそのままメジャーに定着し、同年は33試合に登板、防御率1.38の高成績を残して、地区優勝にも少なからず貢献。7月2日のシカゴカブス戦ではメジャー初勝利を挙げた。2014年は、 リリーフ陣の中心的な存在となり、アメリカンリーグ順位体となる72試合に登板。8勝2敗、防御率2.28という高成績を残して大ブレイクした。また、メジャー初セーブもマークした。2015年は、前年より40.0イニング少ない、登板機会にもかかわらず、基本類らが3本増えて7本になった。それもあり、防御率が急激に悪化し、 2勝4敗、6.75と負け越した。請求力は健在であり、予死休率は自己ベストの1.2を記録した。クリーブランド・インディアンス時代2015年11月3日にウェーバー工事を経て、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍したが、12月12日に行われたトレードとの関連でリーフとなった。12月18日に金銭トレードで、 クリーブランド・インディアンスへ移籍した。2016年は62試合にリリーフ登板。5勝1敗1セーブ、防御率1.53、ホイップ0.91という圧倒的な高成績を残し、インディアンズの強力ブルペン陣の中核に君臨して、チームのプレーオフ進出に大きく貢献した。予死休率1.0台の高い請求力が健在であることに加え、この年は、 脱参信能力も大きく向上し、自己最高の脱参信率7.3を記録した。2017年は2年連続50試合となる52試合に当板し、3勝0敗、防御率2.85、ホイップ1.20と前年ほどではなかったが、好成績を上げた。2019年オフの10月31日に FA となった。2020年2月3日に、 ヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。